子どもへの感染が広がる中、長い夏休みが終わり新学期がスタートしました。親御さんの不安は尽きません。私は看護師してるので、まあ、その感染者が子どもが多いっていうのも知っている状況で、今この子を学校にやるっていうことに関しては少し不安もありますけれども、先生たちもやっぱりいろいろ対策してくださってるし、この子にも感染対策のことについては言ってるので、まあ、それで対処していくしかないのかなっていう感じはしてます。学校は毎日行かせたい、でもやっぱり不安はあるんですけど、共働きで学校に行かない選択肢がないわけなんですよ。私たちはもう本当に気をつけることを気をつけて最低限の生活をする。新学期早々戦々恐々としているのは教育現場も同じです。今日新学期を迎える飯塚市の立岩小学校では、明日からの新学期に向けてオンライン等で学習できるような準備をしております。子どもたちの感染が広がっているっていうことで、みんな緊張して準備をしているところです。飯塚市内の小学校では今日から10日まで午前中のみ学校で授業、給食を終えたら一度帰宅し、午後は自宅でオンライン学習などを行います。そのため昨日はリモート環境の最終確認が行われていました。まだ高学年だといいんですけど、低学年 1,2 年生はこちらで設定できるところまでは設定して対応してあげた方がスムーズにいくかなとか。こちらは2年生の教室です。生徒129人分のタブレット端末に先生たちが事前に初期設定を行っていました。画面にどのように映し出されるのか確認を行っていると、今どんな風に映ってますか。いや、さっきと変わらない。全然。あ、本当ですか。うん、はい、今スポットライトにして、スポットライトにして私たちがせない感じことかね。あ、子どもの画面にどんな風に映るのか確かめています。まだまだ、私たちが操作に慣れてないところがあって教わりながらやってます。初めての取り組みのため先生たちも戸惑いながら準備を進めています。こちらの学校では全ての教室に大型の電子黒板を導入、パソコンなどの機材に触れる機会が増えるため除菌シートやアルコールを大量に購入しました。万一ご家族が感染してしまったり、あるいは感染が広がってしまった場合は、そのオンライン等できちんとその学習内容が進められるように対応していきたいと思っております。こうした動きは福岡市立の小中学校にも広がっています。コロナ感染症拡大に不安を抱えている子どもたちのために、福岡市では基礎疾患や感染不安で登校できない児童生徒に家庭からのオンライン授業を選択できるようにしております。その場合は出席扱いとしています。福岡市ではおととい時点でおよそ2200人の子どもたちがオンライン授業を選択、学校から貸し出されるタブレット端末を活用し自宅から授業を受けます。実際に2学期から子どもがオンライン授業を受けている番組スタッフの家庭では、うちでは2学期から、小学校3年生の娘がオンライン授業を始めるというふうに決めました。今ちょっと報道されているように、子どもがもらってきたので大人がまた感染するっていう形、そこをちょっと避けれるものができるのであれば、より良いこう選択肢を選べれるような感じになればいいかなと。葛藤もありましたが、家族で話し合い、子どもの同意のもと決めたといいます。でももうこういう状況の中でかかってしまったり、かけたりっていうのがあるようであれば、もう迷わず休ませて、オンラインができるのであれば授業はしてあげてもいいと思います。対応に追われているのは小学校だけではありません。目の浜駅前にあるこちらの民間学童保育では、まず来たら手で消毒でシュッシュってして、ゴシゴシゴシって、はい、みなちゃんは36度3分です。 OK です。すぐ場直してこよう。子どもたちがやってくるとまずは手洗い、うがい、定期的に換気を行うほか、子どもたちが触ったものはその都度アルコールで拭き取るなど、感染症対策を徹底していました。
子どもに今回のデルタ株というのは感染しやすいというふうに聞いてますので、学童保育はいろんな小学校からお子様が集まるので、より徹底した消毒とか換気とか、そういったことを行っていく対策を取っております。新学期が始まるにあたってさらに対策を強化。英語などの授業は人数を半分に減らし、宿題は一席分間隔を空けて隣の人と喋らず行います。さらにおやつの時間は、食べるときはマスク取っていいけども、おしゃべりはダメね。楽しいけどね、我慢しようね。子どもたちはもう2年近くマスクをつけて生活してるので、ストレスをみんな感じてるんじゃないですかね。遊具とかはもうテープが貼ってあって使えないようになってますし、基本的には室内で過ごすことがほとんどになりますね。新型コロナウイルスの影響により子どもの定員を3割削減、経営的には厳しい状況が続いているといいます。今後分散下校や休校などの対応が行われれば大きな負担がのしかかります。分散下校となると、うちは車で小学校のお迎えに行くので、かなり時間的なロスとか、あと子どもを待たせてしまうっていうリスクもあると思うので、ちょっと正直困るなというところなんですが、スタッフを多く配置したりとかですね、そういったことでスムーズにお迎えができるようにしていきたいと思います。